アブラボテは、蒸気孔鯉目鯉化アブラボテ属に分類される、炭水魚の一種。日本固有種。遺伝的には三系統存在する。体長4から7センチメートルで、大型個体は10センチメートルに達する。体型は、近縁種の槍タナゴより体高が高い側平田、体型である。体色は褐色を帯びた、銀白色で、腱部や体側面に反、反紋や 立体は入らない。和名の油は本種の体色に由来し、ボテはタナゴの俗称。側線は完全で、側線が通る、鱗の数は32から36。広角に一体の長い口ひげがある。背びれには粒型のオレンジ色の反紋が入る。尻びれの縁は黒く、主相名輪タは縁のあるのい。九州の個体群のみ。 縁取りの黒色帯は2本である。繁殖期のオスは婚姻色を表す。生息地により婚姻色の発現様体には、差異が大きく、体側上半部から背にかけて、濃尾平野から、関西地方では、暗緑色、岡山では、紫色、九州では褐色に染まる。粉炭には白いコブが一つ現れる。メスは、黒い産卵管を伸ばす。水の澄んだ河川。 用水路等に生息する。主に単独で生活し、縄張りを形成する。稚魚は群れを形成し、水槽等の間に潜み生活する。植生は雑食で、小型の水生昆虫や、甲殻類、藻類等を食べる。繁殖形態は、卵生で、3から7月にドブガイや、松笠ガイなど石ガイの淡水性2枚以外に卵を産みつける。 純絶滅器具日本では開発による生息地の破壊やそれに伴う二枚貝の減少、ペット用の乱獲等により生息数は減少している。2007年には環境省レッドリストの純絶滅器具カテゴリに記載された。生息地の各自治体によるレッドリスト記載状況は下表の通り。食味は苦く、基本的に食用とされることはない。 環球中等の寄生虫を保持する可能性があり生殖は進められない。最終方法としては網を使い水草ごとすくう管に釣りで捕らえることもできる。干渉魚として飼育されることもある。丈夫で人工環境にも慣れやすく飼育は容易だが、棚ゴ類の中で最も気象が荒いため同居魚には注意が必要。繁殖させるには 水槽内に二枚貝を同居させ自然に散乱させる方法と死由から卵と生死を絞り出し人工を受精させる方法があるがどちらも管理が難しい。飼育個体の野外への息は遺伝子汚染や病気の電波等を起こす可能性があるため言ってはならない。ありがとうございます。